お疲れ様です。ラットです。今回はですね、こちら、ペッカデッキでございますね。ということで、久しぶりに、まあ、まともなデッキってことで、まあ、別に、まあ、見た目まともですね。言うて、まあ、別にいつも真面目なんですけど、ちゃんとやってるんですけど、まあ、今日は、こちらのですね、はい、ペッカデッキでやっていこうかなと思います。で、今日はグラチャレでいきたいと思いますね。いや、マルチでもいいかな。どっちでもいい。あー、まあいいや。はい、ってことで、いきます。さあ、ということで、ペッカな。ペッカ。まあ、ペッカも基本的にカウンターをしていく形なんですけど、だから、初っ端からペッカとかを出すっていうのはまず、ダメですね。相手何もしてこないな。てこないよ。なんか出してほしいんですけどね。なんかここが、なんかユーノとかゴーストあれば咲きたいんですけど、これ4コスっていうのが、ああ、惜しい。よくないんですよね。よし、ってことで、これは相手がジャイアントデッキですね。なんでこれはしっかりペッカを合わせて、処理して、カウンターを狙いたいところですね。で、このカウンターの際に、コジョババで逆サイドを攻めるの、が大事ですね。なんで逆サイ、まあ、両サイ攻めですね。両サイカウンターってことで、ここでコジョババ出します。で、相手ファイヤーボールも使ったから、さらにユニット加えて上げると、多分相手コストがないから OK。 これ、あー、いらなかった。まあいいや、 OK ってことで、もうこれで落ちましてね。まあこれも完全相性なんですけどね。はい。ってことで、まあ、あとは、まあ、ゴーストとかいうのは、普通に端前からとか、後ろから流していいですね。僕は結構端前から流しちゃうタイプなんですけど、これは、相手がマスケット出したので、それに対してしっかりエレクトロウィザードで合わせていきます。で、ここはもうポリズンっていいかな。一発殴れ、一発殴れ、はいはいはい。ここは言うの合わせて、やばい、これやばい、やばいやばいやばい、まあ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 、こういうこともありますね。よし、でこれ多分ジャイアント来るかな。まあ、ジャイアント来たらしっかりそれに対してペッカ合わせてあげれば、よいしょ、デレキも出してあげて、よいしょ、で、ここは突破されますね。けど、しっかりこう言うので、防衛してあげて、まず30秒なんでね、正面守ってれば、終わりそうですね。よいしょ。で、この相手のダックには間に合わないので、もう、勝ちですね。これも攻めで、ポイズンと一緒にやってあげて、ザップ打って、よいしょ。ん?やばい、さては。これさては追いつかれるみたいなことないかな。やばい。やばい、耐えて耐えて、 OK、 よいしょ、危ない、危ないな、危ない危ない危ない。今最後まで丁寧にやれば、まあこんなに危なくなることもないですね。ってことで、まあ、マルチやってもいいんですけど、マルチなあれなんですよね。もうあれがラバーがめっちゃ多いんですよ。ちなみに、あの号泣まで、さっきこのゴレラバであげたんですけど、その後ちょっと外役で使って負けましたね。そう、ラバーがめっちゃいて、もう3、4回に1回ぐらいこうラバー来るんですよね。だから、ペッカだとラバーがめちゃくちゃしんどいんですよ。本当に。だから、ちょいと今日はグラッチャレかな。ってことで、2戦目。で、今回は、先ほどと違って、まあ、初めにね、アサシンユーノだったり、ゴーストの、この3コスト系があるんで、まあ、相手が何もしてこなかったら、結構裂いちゃっていいですね。よいしょ。これは、まあまあまあ。相手が陸受け裂いたんでね。なるほどね。バルキリーにアイスピンにトルネード。ホグか?ですね。これもうちょっと早いですけど、もうペッカ展開しちゃいます。よいしょ。で、ここは、ファルチか。なるほどね。一回待ちっすね。これしっかり
エレキで防衛していきます。ロケットかな、ロケットっぽいですね。でこの多分エレキ残るんで、これに小ジョババ出して、多分これにバルキリーかな、バルキリー来るからガゴ出してトレネ、ね、あーファイボかい、全然言ってることと違う。相手トルネファイボのファルチェバルキリーホグっすね。なんでゴースト裂いてホグとホグ、じゃあホグじゃない、ユーノだけだったら結構痛いんでエレキも出して、おいしょ、オッケー完封。これでかいですけど、多分これは、まあ、うまーく守られそうですね。はい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 、でもまあカウンターにはならないので、よしよし、こうなればもう僕の方が有利ですね。ここからもう後半始まるんで、まあ、ダメージ受けてる側にホグ来た時用にペッカ合わせていきます。よいしょ、でこう逆サイ来たらガゴで防衛、あーなるほどね、これすることないんで工場出してしっかりまあ両サイで攻めていきたいですね。これガゴ出してユーノも出して、あこれ難しいな、縦線があるっすからね、どうやって突破するかっていうのがありますね。これはすることないんで小ジョババ出して、逆サイホグ来たらペッカ出したいですけどコストないので言うので、でこの間に逆サイがしかも刺さってる、でも言うの残って、で逆両サイ攻めでこれにバルキリーかなんか来る、あーはい、しっかり逆サイにも振ってもう左右振っていきます。ファイブか、今コストないんじゃない、いけ、あーでここでホグ来るかな、ホグ来そうっすね、来そう、来た、でこれエレキも出したいですね。 OK でこれでもう自然とカウンターで、でまた逆サイですね、ここでペッカ側に合わすんじゃなくてしっかり逆サイに振っていくのが大事ですね。 OK これどっちか入る、これザップっていいんじゃない、 OK 来た、そしたら右側のペッカ、右じゃない左側のペッカが入るから相手これ防衛しないといけなくて、ユーノも入って、よいしょ、 OK、 いや言うて危ないな、あ言うて危ないですけど、まあ、しっかり相手がホグ攻めてくる側にペッカ合わせてあげて逆サイに小ジョババガゴがで攻めてあげるのは理想ですね。まあ相手がファルチェでしかガゴを処理できなかったので、まあそうですね、しっかり逆サイに振ってあげればってところはありますね。んーで、あれこの方多分もしかしたらあれですね、あの今クララリーグで行われてるブレインスポーツ、そうクランがブレインスポーツなんで、この人いたかな、いた気がするんですよね、なんかプロでいた気がする。はい、でここはゴーストを出すんですけど相手が墓石を置いたので、これが逆サイじゃないのは、逆サイに出した時にもし相手がトルネード持ってたら墓石に行かないんで、あのさっきのゴーストはトルネでキング起動された時に困るんで、よいしょ、わざと同サイに合わせましたね。エレキ出してこれ相手も結構コスト使ったと思うんですよね。これしっかり今両サイ攻めですね。ここの意外と単体ゴーストとかが刺さったりしますね。あーザップミスった、これでもう今両サイどっこいしょ状態ですね。相手がまあスパーキーとかロイホグで結構コスト使ったなって思ったので、まあ、その瞬間にですね両サイドぶっぱしてあげることによってダメージが入りますねって感じで、まあ、あとはこれを繰り返していきますね。で、ケツ、そう、後ろからスパーキー出た時に、後ろからペッカを合わすんじゃなくて、後ろからペッカを合わすんじゃなくて、その瞬間にしっかり逆サイに振ってですね、やるのがいいかなと思います。ちょっとすることないんで、ガゴも出して、ユーノ出して、多分相手苦しいな。この瞬間にゴースト出して相手多分陸受けがいないですね。よいしょ、で多分ロイホグが飛んでくるんよね。
これ多分ウィザードだけだと、じゃエリキだけだと多分結構ダメージ受けてたんで、ここは一回ポイズン防衛で、いやー言うて痛いな、言うて痛いな、どっちでもよかったみたいなとこありますけど、はいはいはい、よいしょ、スパーキー来るよね、これ突進入る、あーでここはもうしっかり合わせていきますね。でもロイフクなんですよね、だから結局止めれないみたいなとこはあって、まあ、多分落とされますかな、はいはいはい、なのでスパーキーだけしっかり処理していければこれがカウンターにつながりますね。え、相手やばいやばい、これでもう一回スパーキー来るっすもんね、よいしょ、入る、さてはやばい、いやでも217これ耐えて勝ったみたいなところあるっす、いやー、え、耐えた、いやーなんやねん、もう怖いわ。とりあえずあと1000なんで、これをどう削るかっていうので、相手のロイフがしんどいな、有能を出して攻めたい、あーこれは今相手スパーキー使ったから多分これ防衛しんどいんですよ、あー全然だった、やばいな、これスパーキーが、やめて振り向かないで、これさてはやばいっすね、マジでもう見てわかると思うんですけど、やばいっすね、本当に見てわかる、やばいやつですね今。これエレキでこのスパーキー処理していきます。いやーあのスパーキーやらしいんですよね。お、はいはい、ここしっかり防衛していきます。やば。まるファイブ飛んできてしっかりユニット出して、でもあのスパーキー放置でいい気もするんですよね。ってことで攻める。オッケー、今墓石がちょうどピック出したタイミングで来て、オッケー、スパーキーは多分キング落とされないから許容して、あれ俺のユニット全部消えてた、ちょ待って、やばい、うまいな、相手のデッキ面白い、しかもえマジで、ああやばい、相手のこと覚えてないのあんま良くないですけど、マジでプロプレイヤーのことだと思う、相手これやばい、やばい、アイスウィズ痛い、いや待って256、さてやばい、これ墓石読んでガゴで墓石潰して、いやスパーキー入る、いや相手うまくね、やばい溶けた、これだってもう何が来ても終わりみたいなとこある、いやこれ墓石ポイズンで壊して、これザップが奇跡的に耐え、あマジか、いやー相手のデッキ面白いなこれ、グッドゲーム、これは相手がうまかったっすね、いやーなかなかやばいな相手のデッキ、これやばいっすね、これちょっとこれ明日の動画にしようかな、ワンチャンってことで、まあ最後負けちゃったんですけど、まあしっかりね防衛してからの逆サイに小ジョババガゴでのカウンターで、まあ、しっかり両サイド攻めすると、まあ、いい感じにやっていけるかなと思います。ということで今回は以上になります。ではバイバイ。